はいえー、めんどくさいっていうことはね、キーワードとして出てきましたけども、あの、繰り返し繰り返し同じことをされてね、慣れていく人もいれば、めんどくさいって感じる人もいると思うんですよ。まあ、例えば、誰かから長話を聞かされるとしますよね。その話がね、また同じ話なんですよ。A さんって方がいらっしゃって、よう久しぶりみたいに会うじゃないですか。そしたら A さんがね、ねえねえ、ちょっとこの前聞いてくれよ。こんなことがあったんだよ。つっ,ってかね、何回も聞いた話を、また同じ一語一句変わらないことで、 初めて話しよすすんですよそうすると「いやもうその話何回も聞いたよてよ」え言ったっけ?」みたいな感じそんなことってねまああるんじゃないかなと思いますけどもこれに対して「あまた同じこと言ってるなと」とといううににこやかに「まあ慣れたよもう同じ話するのは君はいつも同じ話するもんねいやもうね本当一語一句変わらないんで面白いよ慣れたよ」っていう方もいれば「また同じ話してるよ面倒くせえな」っていう方もいらっしゃるんですよね。まあ、つまりり受け取り方によっては 慣れたたことととがんくさいい感じるる人もいるのかなと思っっちゃったんですよねで私とかは慣れたことってのは簡単だと思うんですけどもだからね同じことを何回も聞かされたらもう慣れたよとかね同じような嫌がらせを何回も受けると慣れてくるんですよアンチコメントも散々来ると慣れてくるんですよでも片方ではアンチコメントがたくさん来るとものすごくね負担になってもう嫌だになっちゃって SNS 打つとかねえー、なんか結構気持ちが下がっていって SNS 恐怖症とかねコメントを開くこともできないスマホを触ることもできないみたいになっちゃう方もいると思うんですよねまあ、ですのでよざつばさん今回ね面倒、まあ、くさいっていうのはなあの慣れていくこととかいう話をされてまして、まあ、あの吉谷さんもそのように言われてましたけども私はあの両方あるのかなと思うんですよ慣れてくるからこそ楽だと思える人もいれば慣れずにねそれを負担だと感じてる「またか!」みたいに思っちゃう人ね あまたかみたいなあれば「またか」みたいなね会うたんびにあの悪態疲れていたら最初はムカッとくることでもああいつはね口が悪いやつなんだってことで慣れていくこともあるんでだからまあスネ夫っていうのと友情がね保てたりもするのび太くんの気持ちかなと思いますけどねどうなんですかね、はい、じゃあまあいってらっしゃい。